静岡県広報課発行声の県民だよりお届けしまき声の,県民代表の,の皆様こんにちはいかがお過ごしでしょうかそれでは今回の内容をご紹介してまいりましょう1番訪れてよし静岡2番富国有徳の理想郷富士の国の実現に向けて3番災害廃棄物の受け入れについて4番教えて富士ピー5番「 危機管理トピックス6番「静岡から新たな空の旅へ7番「だより堂」8番「輝く市民」9番「地産地消レシピ」10番「イベントニュース」11番「みんなの広場」12番「クイズ」13番「お役立ち情報」14番「静岡県展示図書館新館案内」15番「情報広場」 以上の順にご案内してまいります。この声の県民代理の内容に関するお問い合わせは電波、電話054-221-2231番へどうぞ。それでは、おしまいまでどうぞごゆっくりおきください。 初めはめ訪れてよし静岡です今回は眼下に新東名静岡市葵区不幸里の大螺棒をご紹介します。富士山を作った大男、大ぼっちの伝説が残ります。標高561メートルの山頂の平坦地がその足跡だと言われ、大男の名前はそのまま山の名となりました。 新東名を見下ろし、静岡市街、富士山、駿河湾、伊豆半島までに広がる景色には、現在の静岡が詰まっています。大平坊には、東名静岡インターチェンジから車で国道362号、林道大平坊線を通り山頂までおよそ45分。JR 静岡駅からバス和良品線でおよそ35分。中和良品保育園下車。 登山道を徒歩でおよそ105分です。さて、富国悠徳の理想郷静岡富士の国県民だよりは県ホームページからもご覧になれます。アドレスは http://www.pref.shizuoka.jp/kikaku/ki-110b/ INDEX.html ですまた携帯サイトから県民だよりの情報広場の内容などがご覧になりますこちらは http//www.pref.shizuoka.jp//m// <ッ><ッ>です困ったなどこへ相談したらいいんだろうあなたの困りごとに応じた専門の相談窓口をご紹介します 相談窓口のご案内電話零五四二二一の二二九二富士の国と覚えてください受付は平日午前八時半から午後六時です携帯電話用のホームページのアドレスは http コロンスラッシュスラッシュ www.pref.shizuoka.jp/ m K O E アンダーバー S O U D A N スラッシュ I N D E X ドット H T M L です。県政へのご意見をお待ちしています。県民の声担当へどうぞ。県庁のすべてのか前課、全課全室、県のすべての出先機関にはそれぞれ県民の声担当者がおりますのでお気軽にどうぞ。広報課県民の声室、校長担当窓口へどうぞ。 郵便番号県広報課県民の声質電話番号は054221-2235番ファックスは054221-2419番 e メールは koe.pref.shizuoka.lg.jp です県の推計人口は今年平成24年2月1日現在 総数三百七十四万八千二百二十四人。このうち男性は百八十四万四千三百六十一人。女性は百九十万三千八百六十三人です。訪れてよし静岡でした。次は不国祐得の理想郷。富士の国の実現に向けてと題してお伝えします。 静岡県では県政運営の基本指針として堅実な経済成長を実現しながら県民誰もがよりよく暮らし文化力を高め他を引きつける魅力を磨くという理想郷作りに向け策定した総合計画「富国有徳の理想郷富士の国」のグランドデザインも推進しています。総合計画の目標とする県民幸福度の最大化に向け住んでよし、訪れてよし産んでよし、育ててよし 学んでよし、働いてよしの理想郷の実現を目指し、6つの重点取り組みを掲げ、富士の国づくりを進めています。県民幸福度の最大化を目標に、理想郷として目指す姿は次の3つです。住んでよし、訪れてよし、人々を惹きつけ、憧れられる富士の国。産んでよし、育ててよし、将来に向けて明るい展望を描くことができる富士の国。学んでよし、働いてよし。 自自分のののの生きき方を自由に選択でででる富士の国以上ですすつの重点取りり組みは次の通りです家庭一体の住まいづくり新たな住まい方の提案豊かな自然に恵まれた富士の国ならではの魅力を生かし住まい周辺で木々のぬくもりを感じられる環境の充実など生活と自然が調和する家庭一体の住まいづくりを提案し普及を進めています。 平成23年度は若手建築士を対象にしたアイディアコンペやシンポジウムを実施し家庭一体の住まいづくりのイメージや考え方を広く発信しました今後も県民の住まい方の選択肢が広がるよう家庭一体の住まいづくりの考え方の普及や具体的な提案に取り組んでいきます出生率の向上待機児童ゼロ作戦保育所整備 誰もが希望する人数の子どもを持つことができる環境を実現するため待機児童を解消し仕事と子育てが両立できるように基盤整備を進める必要があります。このため安心子ども基金を活用して保育所整備の助成を行うなどさまざまな取り組みを行った結果平成23年去年4月1日の待機児童数は366人となり その前の年に比べ120人、25%減少しました。今後も待機児童対策や、より良好な保育環境を提供するための市・町に対する支援などを進め、質の高い保育サービスを必要とする全ての家庭に提供できる体制を整えていきます。想像力を生む学びの舞台の展開。富士の国子ども芸術大学の開校。 将来の文化を担う子どもたちが第一線で活躍する芸術家から直接指導を受けて音楽美術舞台芸術などを体験創造する場として平成23年去年7月に富士の国こども芸術大学を開校しました県内文化施設を会場に文学写真伝統芸能などの幅広い分野で講座を実施およそ900人の小中学生の新たな創造の芽を育んでいます 今後も食文化など新たな分野を加えた講座の充実や実施地域の拡大などにより子どもたちが本物の文化芸術に触れられる機会を充実していきます観光交流人口の倍増富士山世界文化遺産登録の推進富士山を人類共通の財産として後世に継承していくため富士山の世界文化遺産登録に向けた取り組みを進めています 平成23年去年7月静岡山梨両県は文化庁へ登録にかかる推薦書原案を提出しその後平成24年今年1月末に日本政府がユネスコ世界遺産センターへ推薦書を提出しました引き続き登録実現に向けた国民的機運の醸成を図るとともに文化庁山梨県関係市町村などと連携を密にし平成25年来年の登録が実現するよう万全を期していきます 地域医療の再生、医師確保対策の推進。本県の人口当たりの医師数は、近年改善しつつあるものの、依然として厳しい状況にあります。このため、富士の国地域医療支援センターを設置し、若手医師にとって魅力のある病院づくりを支援しました。また、全国の医学生を対象に県内医療機関への就業を促すため、医学修学研修資金の対応人数を大幅に拡充した結果、 平成24年度からは、12人の医師が県内病院へ勤務することになりました。今後も安全で質の高い医療が提供できる体制づくりに向け、医師の確保を最重点施策として取り組んでいきます。新たな産業のフロンティア開拓、富士の国、食の都づくり。生産者と料理人とを結びつけ、地域で採れたものを地域で美味しく楽しく美しくいただく、 富士の国食文化の創造を促す富士の国食の都づくりを進めています食文化の創造に貢献する料理人や菓子人を富士の国食の都づくり仕事人として表彰しています仕事人は県産食材の素晴らしさを伝える人材として県産食材を活用した料理菓子の提供などを通じて本県への誘客促進と食産業の活性化を担っています 今後のこうした取り組みを通じ国内外の方々を引きつけ憧れを集める食の都の実現を目指していきます以上6つの重点取り組みをご紹介しましたこの重点取り組みも含めた総合計画の進捗状況や成果を踏まえその実現に向けた課題と方向性を示した富士の国づくり白書を作成しました富士の国づくり白書は県ホームページの企画課のページで公表しています アドレスは http://www.pref.shizuoka.jp/kikaku//ki-220//plan/html です。お問い合わせは県企画課電話054-221-2184番へどうぞ。 不国有徳の理想郷富士の国の実現に向けてと題してお伝えしました続いて災害廃棄物の受け入れについてお伝えします東日本大震災から間もなく1年が経とうとしています被災地には現在も非常に多くの 災害廃棄物が残っておりこれを早急に処理することが被災地の復興にとって不可欠です静岡県では各市町と協力し岩手県山田町と大津町の災害廃棄物処理を支援したいと考えていますこの項目では質問と答えという形式でお伝えしてまいりますどうして静岡県で災害廃棄物を受け入れるの 地震や津波により発生した廃棄物は岩手県山田町では通常の118年分大市町では67年分にも達しておりとても処理しきれないのが現状です。県では震災直後から救援物資の提供など重点的に支援してきた岩手県山田町と大市町への新たな支援として両町の災害廃棄物の処理に協力したいと考えています。 受け入れの基準と安全性は県民の皆様の安全を第一に考え県では放射性セシウム濃度が1キログラム当たり100ベクレル以下の柱材や角材を受け入れ対象としています。これは私たちが毎日食べる食品の基準である1キログラム当たり100ベクレル4月からの一般食品の新基準値と同じです。災害廃棄物を焼却して 放射性物質は拡散しないの焼却施設には排ガス中の有害物質を取り除くための集塵機バグフィルターなどが備わっており災害廃棄物にわずかに含まれる放射性物質の99%以上除去できることが実証されています災害廃棄物の受け入れは今後どのように進められるの県市町会町村会から 試験焼却についての県全体の計画策定を求める申し入れがありましたので県では各市町と個別に相談しながら計画を策定していきます各市町とともに試験焼却の準備を進め実施した結果については全てお知らせして県民の皆様のご理解をいただきながら災害廃棄物の広域処理にできる限りの協力をしていきたいと考えています 以上質問と答えという形式でお伝えしました受け入れにあたっては放射性物質濃度や空間放射線量率などを測定し安全性を確認していきますので県民の皆様のご理解をお願いします島田市で試験要融焼却を実施岩手県山田町の木材チップ受け入れ基準もすべてクリア2月16日から17日 島田市の養有施設において木材チップ10トンを島田市内の一般ごみ56トンと混ぜ試験余有が行われました受け入れ時の測定では木材チップの放射性セシウム濃度は基準を大きく下回りましたさらに木材チップ周囲と離れた場所の空間放射線量率がほぼ同じであったことなどから木材チップからの放射線量がほとんどないことを確認しました また、余裕後の非培の放射性セシウム濃度は通常の廃棄物の非培直近2か月で1キログラムあたり41ベクレルから68ベクレルこれと同じ程度でした木材チップの放射性セシウム濃度単位は1キログラムあたりのベクレルです木材チップ2月6日測定2検体測定値は15.215.8 基準は県100以下、国は240以下、これは目安です。余裕後の被ばい、2月17日測定、測定値は64、これは速報値です。基準は国で8000以下。木材チップの放射線量率、これは外部の放射線を遮断し、木材チップ自体からの放射線量を測定した線量率で、単位は1時間あたりのマイクロシーベルトです。 2月10日11日測定岩手県山田町仮置き場での放射線量率0.000から0.001基準は0.01以下空間放射線量率単位は1時間あたりのマイクロシーベルトです2月10日から16日測定岩手県山田町仮置き場木材チップ周囲の空間放射線量率 0.04離れた場所木材チップの影響のない場所で測定した空間放射線量率0.07岩手県山田町仮置き場コンテナ積み込み後周囲空間放射線量率0.06から0.07離れた場所の空間放射線量率0.08静岡市内コンテナ周囲 空間放射線量率0.04から0.05。離れた場所の空間放射線量率0.06。島田市要有施設、コンテナ周囲、空間放射線量率0.05から0.07。離れた場所の空間放射線量率0.07。以上です。結果についての最新情報は、県や島田市のホームページでご覧いただけます。お問い合わせは、 県廃棄物リサイクル課電話は零五四二二一の二四二六番です。災害廃棄物の受け入れについてお伝えしました。変わりまして教えてフジッピーです。今回の質問です。電気を使って走る車が増えているの？フジッピーの答えです。 電気を使って走る電気自動車は音が静かで排気ガスを出さない環境に優しい車として注目されていて少しずつ増えてきているんだ静岡県では電気自動車を安心して運転できるように電気自動車が充電できるところを増やしているよ環境資源問題への対応の切り札の一つとして電気自動車 EV 電気がなくなった後はガソリンで走れる プラグインハイブリッド車 PHV、電動二輪車が注目されています。県では、公用車への導入や、県有施設6カ所への急速充電器の整備など、その普及促進に取り組んでいます。お問い合わせは、県環境政策会へどうぞ。電話は054-221-2421番です。教えて、フジッピーでした。 今度は危機管理トピックスをお伝えします。東海地震が発生した場合、大きな揺れと津波による被害が予想されます。東海地震についての県民意識調査では、東海地震への関心が高まっている一方で、地震動や津波に関する正確な知識の浸透が不十分だということが分かりました。駿河湾内で東海地震が発生した場合、 津波は一番早いところでは地震発生後どのくらいの時間で沿岸に来ると思いますかという問いに対し5分以内と答えた方は平成21年度で 49.7%23 年度は 41.4%10 分以内は平成21年度 25.9%23 年度32.4% 20分以内は平成21年度7.5%、23年度9.5%、30分以内は平成21年度5.7%、23年度6.8%、1時間以内は平成21年度1.6%、23年度1.5%、分からないは平成21年度9.2%、 23年度7.1%向かい島は平成21年度0.5% 23年度1.4%でした正しい答えは5分以内です東海地震の震源域は県の直下に広がっています地震や津波対策を身近な問題として自らの命は自ら守るための備えを再確認しましょう お問い合わせは県危機情報改造室、電話は零五四二二一の三三六六番、ホームページは http://www.e-quakes.pref.shizuka.jp o です。危機管理トピックスでした。 次は静岡から新たな空の旅へと題してお伝えします3月25日ダイヤ改正富士山静岡空港からの国際線は3月25日からソウル便上海便に加え新たに台北便の運行が始まります国内線では午後の札幌便の札幌到着時刻が2時間早まり北海道道東地区への 同じ日の乗り継ぎがより便利になります空港開港後初の新規国際定期便となる台北便などによりさらに充実した新たな空の旅が始まりますそれでは就航地ごとに運航スケジュールなどをご案内します台北新規就航です 週3便火曜日木曜日日曜日です食べる遊ぶす、買う泊まると魅力満載の台湾その中心都市台北市のシンボルタワー台北101を横目に台湾の街をお楽しみください台北市に近い桃園国際空港は台湾最大の国際空港で欧米アジア各国への乗り継ぎも便利になります 航空会社はチャイナエアラインで静岡発午後8時、台北桃園着午後10時半、台北桃園発午後3時20分、静岡着午後7時。なお、台北の発着時刻は現地時間です。時差はマイナス1時間です。ソウル、毎日運行しています。大韓航空で静岡発午前11時45分、 ソウル・インチョン着午後1時55分アシアナ航空静岡発午後0時45分ソウルインチョン着3時5分大韓航空ソウルインチョン発午前8時55分静岡着10時45分アシアナ航空ソウルインチョン発午前9時50分静岡着11時45分上海 週4便、月曜日水曜曜曜日、日、日、日日水金です。航空会社は中国東方航空で静岡発午後1時50分上海プートン着3時半上海プートン発午前9時半静岡着午後0時50分なお上海の発着時刻は現地時間です時差はマイナス1時間です 札幌新千歳 FDA は週4便月曜日水曜日金曜日日曜日 FDA 静岡発午前11時45分新千歳着午後1時25分 ANA 静岡発午後3時40分新千歳着5時20分 ANA 新千歳発午前9時5分 静岡着11時 FDA 新千歳発午後1時55分静岡着午後3時50分目満別 ANA 静岡札幌便の札幌到着が今までより2時間早まります札幌での活動時間が拡大するほかおほうつくの玄関目満別への乗り継ぎがより便利になります 世界自然遺産知床や博物館網走監獄1年も通して流氷を体験できる流氷科学センターなどオホーツクの魅力を体験してください福岡毎日運行しています航空会社はいずれも FDA です静岡発午前8時福岡着9時半静岡発午後4時半福岡着6時 福岡発午前10時静岡着11時20分福岡発午後6時35分静岡着7時55分鹿児島週3便火曜日木曜日土曜日航空会社は FDA で静岡発午後0時20分鹿児島着1時55分鹿児島発午後2時25分 静岡着3時55分、沖縄、那覇、毎日運行しています。航空会社は ANA で静岡発午前11時55分那覇着午後2時25分那覇発午後0時45分静岡着3時以上です。なお運行スケジュールなどは予告なしに変更される場合があります。 この項目全体に関するお問い合わせは県空港利用政策課電話零五四二二一の三五三九番へどうさ静岡から新たな空の旅へと題してお伝えしました。続いて大り堂です。ここでは県が 有料推奨図書として青少年に推奨した本から紹介しています今回ご紹介する本は小学校低学年以上向け野の花絵本前田真由美作アスナロ書房から出ています価格は1575円全部で48ページの本です春から秋にかけて花が開く野の花をイラストで紹介それぞれの野の花についてその特徴や名前の由来 仲間の植物や遊び方などについても詳しく説明しているので実際に野に出かけて野の花の勉強や遊びなどに活用することができます生命を尊重する心や正しい知識や技能を活用することができる力家族、地域、共同愛する心を育む作品ですこの本も抽選で六人の方にプレゼントしますご希望の方ははがきか E メールでご応募ください 野の花絵本と書いて住所・氏名・年齢・電話番号・頼り堂へのご意見を明記してはがきの方は郵便番号420-8601県社会教育課へ E メールの方は,は,は,は DAYORIDO.pref.shizuoka.jp 昨年度推奨した図書のパンフレットをご希望の方は パンフレット希望とご記入ください。締め切りは三月十四日水曜日筆着です。お問い合わせは県社会教育会同窓電話は零五四二二一の三三一三番です。田より道でした。輝く市民のコーナーです。市民という字には富士の字という漢字と民という漢字が当ててあります。この市民とは 富士の国の民すなわち静岡県民のことここでは様々な場で活躍し輝いている市民を紹介します今回はダンボールで作る未来設計集団ラーンネットワークをご紹介します建築の仕事から感じたことを社会に対して発言し行動する任意団体掛川市菊川市 黒石の建築家たちを中心に2001年に発足しました子どもたちとのワークショップ創作体験集まれ未来の建築家もその活動の一つ子どもたちと一緒に段ボールを組み立てものづくりの楽しさを伝えますまた伝統建築物の活用方法を市に提案するなどまちづくりにも積極的に関わります代表の鈴木翔一さんは ダンボールを組み立てながら子どもたちは様々な想像しますその延長線上に建築や街づくりがありますと話しますこのワークショップは全国から引き合いがあり北海道や東北などへも出かけていますダンボールが建築のプロたちの思いを地域へ、全国へ、そして未来へとつなぎますお問い合わせは電話053726-3397番まで 以上輝く市民のコーナーでした今度は富士の国食の都づくり仕事人地産地消レシピのコーナーです今回はジュタロウみかんとショコラブランのタルト静岡県は全国を代表するみかんの産地主力品種である青島雲州みかんの枝代わりとして沼津市 西浦地区で生まれたジュタロウみかんはコクがあり糖と酸のバランスの良さが特徴ですこのジュタロウみかんを使ったスイーツを長泉町にあるショコラティエオールージュの足立幸一さんに聞きましたそれではジュタロウみかんとショコラブランのタルト四人分の材料をご紹介しますみかん三個一個は冷凍しておくショコラブラン百グラム 市販のホワイトチョコレートで代用できますそして動物性乳脂肪分47%の生クリーム5 0ム、タルトカップ12個以上が4人分の材料です作り方をご紹介します 1. 冷凍みかんの皮をおろし金ですりおろします2個のみかんは薄い皮も取り果肉だけにします 2. すりおろしたみかんの皮と生クリームを混ぜ合わせます。3. ショコラブランを細かく削り40度のお湯で15分湯煎します。4.2で混ぜ合わせたものを沸騰する直前まで温めます。5.3で湯煎したショコラブランに4で温めたものを混ぜ合わせた後、みかんの果肉を入れます。6. タルトカップに5を流し込み、 冷蔵庫で5分程度冷やして出来上がりです以上、所要時間は30分ですここでポイントです 1. 冷凍みかんは皮だけを使います白い部分まですってしまうと苦味が出るのでオレンジの部分だけをすりましょう 2. 溶けたショコラブランに生クリームを入れるときは分離しないよう徐々に入れましょう以上です1人分の栄養価をご紹介しましょう エネルギーは324キロカロリータンパク質3.6グラム脂質21.4グラム塩分0.2グラムですおしまいは仕事人紹介です足立光一さん伊豆市出身県内外の洋菓子店やレストランで5年間修行を積み2005年本店をオープンしました地元農家や酒蔵と協力して 新作ショコラを次々と生み出し静岡発の商品作りに取り組みます現在は本店と新静岡セノバ店の2店舗ですショコラティエオールージュ所在地は寸東郡長泉町中戸狩874-1電話055-950-9898番です以上 地産地消レシピのコーナーでした。次はイベント＆ニュースです。子どもと出かける遊び体験。今回は親子で楽しめる施設などをご紹介します。六千の里伊豆市城千四十一芝生広場があり眺めも良い公園です。ローラースベリー ターザンロープは人気の的。また、桜や紫陽花など四季折々の花を楽しめる遊歩道があります。小さな子供連れにおすすめの公園です。お問い合わせは伊豆市立公園六千の里公園事務所。電話零五五八八三の四六七零番です。桜公園御殿場市中畑。 45名前の通りたくさんの桜があり富士山の眺めが抜群の公園広い園内には自然を楽しめる空中水平回廊花の渦巻山のほかローラー滑り台フィールドアスレチックスなどもありますお問い合わせは桜公園電話番です。 広野海岸公園、静岡市駿河区広野海岸通り1。帆船遊具、漁礁遊具などがあり、特に帆船遊具は家族連れに人気で、2つに分かれた船の胴体には、ネットやトンネルなどの仕掛けがあり、探検できます。段差が少なく、砂地などで転んでも安心。ただし、裸足は厳禁です。お問い合わせは、静岡市水産漁港課。 電話零五四三五四の二一八四番です。アクティ森。森町といづめ千百十五の一。創作体験工房やアウトドア体験フィールドなどを備えた複合型体験施設。陶芸和紙などの地域伝統工芸が体験できます。またアウトドア派はパターゴルフ、レンタサイクルなどで。 豊かな自然を楽しむことができます。定休日は水曜日。お問い合わせは、アクティ森、電話0538-85-0115番です。浜名湖体験学習施設ウォット。浜松市西区、舞坂町弁天島、5005-1。浜名湖の環境や自然の大切さを楽しく学べる施設です。 館内には浜名湖や州なにはや生息すす。る魚介類が展示されています水がこぼれない不思議な水槽ふれあい水槽で魚やエビに触れてみよう入館料大人300円高校生以下と70歳以上無料休館日は月曜日お問い合わせは浜名湖体験学習施設ウォット、電話053592-2880番です シズファンで体験記などを紹介していますホームページは http コロンスラッシュスラッシュ shizufan.jp ですシズファンのワードで検索してくださいイベントニュースでした続いて皆さんからのお便りをご紹介するみんなの広場です 霊峰富士としての信仰、独立法としての美しい景観、浮世絵に代表される芸術性、富士山の世界文化遺産の登録に向けて盛り上げていきたいものです。富士市原田さん。息子が北海道の女性とお付き合いし始め、静岡空港を利用しています。東京まで行くことを思うと便利です。ももう少しがが多ければもっと良いのですが伊豆市 西島さん2月号の耕作放棄地の活用で小学生の頃の楽しい思い出がよみがりましたこうした取り組みで農業への興味が高まり喜びが増えていけばと思います袋石山本さん安全で安心できる食品の提供について実際の対策を知ることができました 子どものいる家庭では放射性物質検査を今後も徹底してほしいと強く望みます。御殿場市岩下さん以上、みんなの広場でした。変わりましてクイズです。問題です。東海地震が発生した場合、津波が到達する時間は一番早いところで、地震発生から何分以内と想定されているでしょうか。 次から選んでください。一番五分、二番十分、三番二十分。ヒントは危機管理トピックスの項目をお聞きください。正解者の中から抽選で二十人の方に静岡食セレクションに認定されたジュタロープレミアムゴールドほか詰め合わせをお送りします。ジュタロープレミアムゴールドの静岡食セレクション取得事業者は。 南寸農業協同組合西浦柑橘出荷部会電話055-942-2068番です応募方法です答えと郵便番号、住所、氏名、年齢、性別、職業、電話番号を明記しはがきまたは E メールでご応募ください今月号の感想や県政へのご意見、ご要望、身近な話題 富士山静岡空港を利用した感想などもお書き添えくださいなお感想などはみんなの広場でご紹介する場合がありますなおハガキには装飾シールを貼らないでください当選者の発表ですが3月26日月曜日までに当選者に直接通知しますまた県民だよりホームページ上で氏名とお住まいの市町を発表いたします 匿名希望の方は応募の際、匿名希望を明記してください。応募先です。はがきの場合は郵便番号四二零の八六九一、郵便事業株式会社静岡支店支書箱第一号県民だよりクイズ係まで。E メールの場合は quiz@pref.dot。 shizuoka.lg.jp までどうぞ応募期限は3月14日水曜日筆着です2月号の答えは3番の富士山でした応募総数3,115通正解3,083通の中から20人の方にサラダオニオンをお送りしました以上クイズでした 今度はお役立ち情報です休日夜間の当番医情報24時間静岡県救急医療情報センターフリーダイヤルで0800-222-1199番静岡子ども救急電話相談受付は毎日午後6時から翌朝8時ですシャープ8000番または電話 054-247- 番女性の悩み相談。かも。電話055823の7879番。東部。電話055925の7879番。中部。電話054272の7879番。西部。電話053456の7879番。受付は、平日午前9時から午後4時まで。 水曜日は午後2時から8時。第2土曜日は午後1時から6時までです。ハロー電話ともしび、教育相談。沼津、電話055-931-8686番。静岡、電話054-289-8686番。掛川、電話0537-24-8686番。浜松、電話053-8686番。 四七一の八六八六番。受付は年末年始を除く毎日午前九時から午後七時、土曜日曜祝日は午後五時までです。子ども家庭百当番、鹿門電話零五五八二三の四一五二番。東部電話零五五九二四の四一五二番。中部電話零五四 番西武、電話053-458-4152番受付は祝日、年末年始を除く毎日午前9時から午後8時土曜日曜は午後5時までです認知症コールセンター電話0545-64-9042番 受付は祝日、年末年始を除く毎週月曜日、木曜日、土曜日の午前10時から午後3時まで。案内、県民サービスセンター、行政資料、統計資料の提供、電話番号は054-221-2237番、県民相談、かも、電話0558-24-2199番、東部、 電話055951-8205番中部電話054-202-6008番西部電話053-453-2199番受付は平日午前9時から午後4時までです県庁案内電話番号は054-221-2455番です以上 お役立ち情報でした今度は静岡県展示図書館の新刊案内ですパソコン転訳図書とデイジー録音図書をご紹介しますなおパソコン転訳図書はフロッピーでの貸し出しもできますまたデイジー録音図書を聞くには専用の再生機が必要です 詳しくはお問い合わせください。それでは、パソコン転訳図書からご紹介してまいります。図書の分類ごとに、署名、関数、著者名の順にご紹介します。まず、社会科学です。代理ミュンヒハウゼン症候群、3巻、南部沙織。次は芸術です。武儀の女王、笠木静子、5巻、坂口早苗。続いて、日本文学です。 空の彼方四巻菱田学び。玉と高い子追放4、四巻本郷純子。舞鶴丹後、泣き砂殺人ライン5、五巻石川信介。変わって外国文学です。逸脱者、下、五巻グレッグ・ルッカ。以上、パソコン転訳図書でした。次は、デイジー録音図書です。 図書の分類ごとに、署名、朗読時間数、著者名の順にご紹介します。ご紹介するデイジー録音図書の CD の枚数はすべて1枚です。まず、哲学です。人生、汗と涙と情け。7時間8分、朝尾宝刀。次は歴史です。ふるさと100は4、7時間33分、鎌田久子。 メソポタミア文明入門5時間40分中田一郎続いて社会科学ですお母さんのげんこつ5時間3分海老名佳代子変わって自然科学です生物多様性とは何か8時間2分井田哲次内木不安4時間56分マーティン・ M ・アンソニー今度はスポーツです サッカーで子どもがみるみる変わる7つの目標、5時間2分、池上正次は日本文学です。少年鉄人、10時間26分、山下隆光辛い飴、10時間21分、田中広文沈黙の箱、7時間53分、鮎川哲也虹が、7時間、佐藤愛子 続いて外国文学です。イブが眠りにつくまで、八時間十六分。ビバリーバートン。以上、デイジー録音図書でした。利用申し込みは、静岡市青井区駿府町一の七十。静岡県展示図書館へどうぞ。電話、零五四二五三の零二二八番。ファックスは、零五四二五零の零七六六番です。 静岡県展示図書館の新館案内でしたおしまいは情報広場です3月25日日曜日から富士山静岡空港アクセスバスの運行方法が変わります島田駅と富士山静岡空港を結ぶ路線は小型バスによる運行で増便し掛川駅 菊川駅と富士山静岡空港を結ぶ路線浜松駅と富士山静岡空港を結ぶ路線は休止しますお問い合わせ県交通政策課電話054-221-2852番なお新ダイヤは次のところでお問い合わせいただくかホームページをご覧ください3月中旬以降公表します静鉄ジャストライン フリーダイヤルで0120-012-990番ホームページアドレスは http コロンスラッシュスラッシュ www.justline.co.jp です空の輪青空マーケット富士山静岡空港から広がる人の輪街の輪文化の輪 静岡の特産品や地域の自慢の一品が富士山静岡空港に大集合。空の輪を合言葉に静岡の魅力を再発見。3月10日土曜日午前10時から午後2時。会場は牧野原市の富士山静岡空港西側展望広場駐車場です。当日直接会場へお越しください。天候によって中止となる場合があります。 お問い合わせはソラノワ実行委員会事務局電話零五四七三零の零三六零番、E メールアドレスは info アットマーク s o r a n o w a ドット c o m、ホームページアドレスは h t t p コロンスラッシュスラッシュ s o r a n o w a ドット c o m です。ソラノワは 空港がつなぐ交流の輪と連携の輪をイメージしています。浄化槽の使用者は、年1回の法定検査を受けましょう。浄化槽を使用している方は、浄化槽法により年1回の法定検査が義務付けられ、罰則も定められています。法定検査は、保守点検と清掃が適正に実施され、綺麗な水を放流しているかを検査するものです。 身近な河川の水環境を守るため、法定検査を受けるようお願いします。検査申し込み先は財団法人静岡県生活科学検査センター。電話零五四六二一の五零三零番。お問い合わせは県生活環境課。電話零五四二二一の二二六八番です。中小企業や組合の資金調達をバックアップ。 円高や東日本大震災の影響を受け売上が減少している中小企業や組合を支援します中小企業災害対策資金融資限度額は5000万円融資利率年1.6%または1.5%別に保証料が必要です対象は東日本大震災の影響を受けている中小企業者組合です 経済変動対策貸付緊急経済対策枠融資限度額は8000万円融資利率は年1.3%別に保証料が必要です対象は円高や東日本大震災の影響を受けている中小企業者組合です条件3月30日金曜日までに保証承諾されること受付窓口取扱金融機関など お問い合わせは、県商工金融課、電話054-221-2513番です。県民だより電子ブック版を配信しています。県民だより電子ブック版は、パソコン、スマートフォン、タブレット端末で読むことができます。詳細はホームページをご覧いただくかお問い合わせください。ホームページは、県民だより電子ブックのワードで検索してください。 お問い合わせは県広報課、電話零五四二二一の二二三一番です。静岡結婚プロジェクト、静岡に広がれ幸せの輪。俳優の沢村一樹さんと結婚についてみんなで楽しく考えるトークショーです。三月二十五日日曜日、午後二時半から四時。会場は静岡市葵区のグランディエール武家東海。 青いタワー4階。定員は先着1000人。お申し込みは、住所、氏名、年齢、性別、電話番号をファックス、E メール、携帯電話サイトの応募フォームでお願いします。お申し込みお問い合わせ先は、県調整課、電話054-221-2037番、ファックスは054-271-5494番、E メールアドレスは、 chosei.pref.shizuoka.lg.jp です。県広報テレビ番組、富士の国県民愛。第一テレビで毎週木曜日夜9時55分から。静岡情報ナビ週刊富士の国。SBS テレビ 毎週土曜日朝9時26分からお問い合わせは県広報課電話054-221-2233番です特定有料賃貸住宅入居者募集県内にあるファミリー向けの賃貸住宅一部住宅には所得により家賃補助があります随時受け付けています家賃は 2DK から 3LDK で 家賃7万円台から9万円台詳しくはお問い合わせくださいお問い合わせは県住まいづくり課電話054-221-3081番です県難病相談支援センターをご利用ください難病にかかる療養生活、公的支援制度、就労など様々な相談を電話、ファックス、E メールまたは事前予約制の面談により受け付けています お気軽にご相談ください。相談時間は月曜日から金曜日の午前9時から午後5時、そして第一第三土曜日の午前10時から午後4時です。会場お問い合わせは静岡市清水区の県難病相談支援センター、電話ファックス共通で零五四三六三の一二三三番、メールアドレスは s o u d a n アットマーク spcc.or.jp です。巡回交通事故相談。日時と場所です。3月14日水曜日、熱海市役所。4月10日火曜日は、神奈美町役場です。時間はいずれも午前10時から午後3時。事前に予約が必要です。原則2日前までにお願いします。無料です。秘密は厳守します。 お申し込みは各市町へどうぞ。お問い合わせは県交通事故相談所、電話054-202-6000番です。悩む前にまず検査、エイズ相談、検査は保健所で。県内の各保健所では、無料、匿名で受けられるエイズ検査、HIV 抗体検査を実施しています。検査の予約は各保健所で受け付けています。検査日など、詳しくはお問い合わせください。 お問い合わせは、県疾病対策課、電話054-221-2441番です。不妊専門面接相談、専門医が不妊の悩みや治療に関する相談に応じます。電話で予約が必要です。3月9日と23日の金曜日、場所は静岡市葵区のシズウェル。定員は、各日先着4組。お問い合わせは、県不妊専門相談センター。 電話055-991-2006番祝日を除く火曜日・金曜日の午前10時から午後3時まで受け付けています以上、情報広場でしたこれで今回の内容はすべておしまいです いかがでしたでしょうか今回のアナウンスは飯島雅之間野目桃子でお送りいたしましたそれではまた次回の県民だよりでお会いいたしましょうごきげんようさようなら